彼と付き合って4ヶ月が経ったある日のこと。毎週末、恒例となっていた食事デートで、彼はやたらと上機嫌だった。何かいいことでもあったのかなと思って。いつもよりニコニコしてる気がする。何かいいことでもあったの？と、ほんのいつもの雑談のつもりで聞いてみたら、とんでもない内容が返ってきた。やっぱり私このこと好きだと思って、ともみと別れることにした。その決心がついて、私ことの将来を考えたら、なんだか、幸せな気分になってきた。え？ともみは、大学からの共通の友人で、学生の頃は、仲のいいメンバーで遊んでいた。大学の時から付き合っていて、そろそろ2年くらいが経つという。恥ずかしいから、みんなには、黙っておこうという意見が合致して、誰にも話していなかったらしい。私、浮気相手、うは。とりあえず、頭がぐちゃぐちゃになって、テンパりながらも。なんでそんなこと、普通に私に話せるの一。と聞くと、え？本命になれるんだよ？嬉しくないの？と、びっくりっていう顔で答えられた。嬉しいわけないじゃん。アホか。と言って、食事代として、万札をテーブルにバシッと置いて、その日は一人で帰った。振り返ってみると、毎週末恒例と言っても、金曜日に食事して、そのまま、私の家で二人で過ごし、土曜の夜には、彼は帰って行っていた。一日中遊べた土日は、もしかして、ともみに用事があった日ではないか？と思って、ともみの過去のミクシーを調べてみたら、やっぱり、どこかしらに遊びに行っていた。全く気がつかなかった。ともみに連絡するべきか。知らなかったとはいえ、謝るべき？それとも、彼が何も言わなかったら、ともみも知らないだろうし、嫌な思いをさせない方がいい？などと、悶々と週末を過ごしていたら、土曜の夜に、ともみから連絡が来た。今から来てということで、ビクビクしながら待ち合わせ場所に向かうと、怒っている彼と、泣いているともみがいた。彼は、私を見つけると、嬉しそうに手を振って近寄ってきて、私子からも言ってよ。ともみ、泣き出しちゃって、別れてくれないんだよね。とヘラヘラしている。呆れてものも言えなかった。もっと泣き出すともみ。彼には黙っていただきたくなった。私は、ともみに、二人が付き合ってたことを知らなかったこと。知らなかったとはいえ、ともみを傷つけてしまって、申し訳ないということ。彼とは付き合う気はないということを伝えた。すると、ともみは般若になった。なんで私子なのよ。こんなブス。ぶりっこでこびてて、私子なんてずっと嫌いだった。私子なんて、元で十分じゃん。大学時代に付き合っていた元彼。決してかっこよくはないが、いい人だった。就職してからちょっと垢抜けたみたいだけど、元がダメだからダメなんだよ。ブス同士、ブスと付き合ってろよ。クアワットセドルフトズ藤子。ともみは、もともと、私のことが大嫌いだったらしく、元よりもかっこいい彼と付き合っていることに、優越感を抱いていたらしい。私をこの場に呼んだのは、私こと浮気をしている。と聞き、彼は、ともみを選んでくれるだろうと思って、見せびらかしたくて呼んだみたいなことを言っていた。しかし、私が向かっている間に、別れを告げられたらしい。私子が捨てた男なんて願い下げだから、彼とは別れる。と言って、帰って行った。彼は、俺たち、別れないよね？と心配そうだったが、別れるに決まってるでしょ。と、涙をこらえながら、そのまま帰った。場所がファミレスで、周りの視線はあるし、友達だと思っていたともみには、嫌いだったと告白されるし、散々な週末だった。すいません、終わりです。文章にしてみると、そうでもない修羅場ですけど、自分のバカさ加減と、鈍さ加減に、涙が止まりません。しばらく恋愛はいいや。というか、人を信用できない。